漁夫は来てるのかどうか。まあ来てないだろうな。え？は？なんでラグなった？マジで納得いかんわ。完全にこっちの方が先打っちゃったのに。いやーでも、アイテム、もう持ってかれただろうな。一応拠点あれなんですけど。あ、いや、足音する。後ろか。さっきのやつでしたね。まあ、当分運搬は、ちょっとやめとくか。で、拠点にまだ火薬があるんですけど、そこの風化拠点。ん？え、やばい。俺がレイドしたとこ、さらにやろうとしてるわ。ちょっと行かないと、これは。やばいな、間に合わないかも。おい、ふざけんな。急がなきゃいけないタイミングでロールバック入った。あれかな、拠点戻って、梱包爆薬持ってきてたんだ。まあこれ、工具棚、取り切られましたね、完全に。足音してる。いやー、あれで死なないのか。メルアル火力ねえな、マジで。え、今のでも死んでない？は？え、なに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 もう。え、火薬系は運ばれたかな？ラグエ。弾抜けてんのかな？それとも LR が単に火力なさすぎるだけ？ということで、まあちょっとだけ奪われてそうではあるけど、少し取り返しましたね。いやでも、ちょっと火薬の数が少ねえな。もしかしたらチェストの中に入ってたかもしれないんですけど、まあ運搬優先します。やばい、マジでイライラするんだけど。とりあえず無事帰宅。まあもう行ったところで意味ないような気もするけど、もう一度向かってみよう。LR は置いて、トンプで来ました。ん？違うところで梱包レイド。え？いい加減にしろよ、マジで。え？待って、残ってんだが。あれか、一部アイテム取って、うますぎるっつって帰ろうってなって、このチェスト見なかったのか。自分が最初に持ってた MP5 と装備は奪われちゃったけど、他の、まあ、レイドで得たアイテムとかは奪われずに済んだってことだな。まあだから戦闘には負けたりしたんすけど、レイドは成功っすね。無事帰宅。今、レベル3ベンチの技術ツリー進み具合、こんな感じになってます。で、拠点のいらない部品系をスーパーマーケットのリサイクラで分解して、今ね、スクラップが1818あります。一応ですね、C4、現物持ってるんですけど、まあリサーチすんのもったいない気するんで、このまま技術ツリー下っていきたいと思います。まあタックスかかるけどね。ということで、ロケットランチャーの弾のレシピ解放しようと思うと、スクラップ1800必要なんですけど、ギリギリ足りるということで下りたいと思います。
まあこの玉とかもね、一応現物あるんですけど、下ります。よし、なんとかロケットランチャーの弾解放できたの。ということで、今から爆薬をクラフトしにかかろうかなと思います。ちょうど100クラフトできる。まあクラフトには時間かかるんで、ちょっと屋上から外見ておこうかな。で、前に見たあの風化拠点、最深部気になってんだよな。まあ間違いなく工具棚のところは美味しいと思う。ミニガン撃ったら敵来るかな。死んだ？死んだ。この拠点ってまだタレットに弾入ってるのかどうか。なんかいろんな人が弾抜きしたり壊そうとしたりしてたんだよね。え？タレット破壊されてるじゃん。なんか前回ショットガンの音とか結構してたもんな。あれ。まあなので破壊に成功したっぽいっすね。でも、取ってないんだよね。なんで取ってないの？今構造を確認してるんですけど、このガレージ、これは入り口っすね。で、こっから下に降りて1階に行くっぽい。やっぱりここが最深部かな。まあなので、チェスト部屋はこれ、これ、か、これか。C4 で床壊そうと思ってたんですけど、ロケットランチャー打ち込んで、ここを3枚開けた方がいいかもしれないですね。で、多分ガレージは出てくるんで、それで最深部見るみたいな。うわぁ、でもタレットなくなったの嫌だな。この辺に、タレット拠点を建てなきゃいけないってことだもんな。でも木が邪魔だな。ちょっと木を伐採しに来るか。あ、なんか崩れた。まあでもよくよく考えてみたら、まあ、2階からあの位置にアクセスするぐらいだったらあれか。床壊すんじゃなくて、これ扉辿った方がいいっすね。これ壊して、下行った方がいいよな。まあ、多分ガレージドアなんで。そうっすね。だから、この床ロケットで撃つよりは扉辿るか。で、木はね、どの道伐採しなきゃいけない。まあ、木材いらないんだけどね。よし。で、この辺に一マス拠点を建てます。ということで、建築しに行きましょう。木箱の中に入れて一回自殺します。ロケットランチャーの筒持って、結局梱包爆薬クラフトするの初めてだな。ロケットランチャーの弾8発クラフトで、C41 枚と、あと炸裂弾にしようかな。ということで、まあ足りると思います。では、向かいましょう。ショットガントラップ的なので、死ぬのが一番嫌っすね。え？ボルワク？あ、そっか、タレットのやつか。
あ、てかこれ、タレット壊されたんじゃなくて、石の土台がなくなったから消えたんだ。え、ここの壁もなくなってる。ということで早速レイドしたいと思います。では梱包、おります。不発なんだよ。不発だ。長くない？あ、いや。え？上開いてた？うわ、待てよ。まずいかも、これ。ぐるっと行かせる感じだ。ってことは、ここロケットで撃った方が良かったな。でも、8発なんだよね。え、どうしよう、これ。いや、8発撃っちゃうか。食らうかな、これ。ロケット、撃ちます。なるほど、それ、下に通じてるわけじゃないんだな。これロケット撃ってロールバックとかすんのか？節約になったりしないかな？さすがにないけど。え？待って。おー、夜になっちゃう、夜になっちゃう。やべやべやべ。夜来てる。ん？自分の拠点のタレットが反応してますね。え？ラグい。なるほど。C42 枚もったいない気がするけどな。え？爆発物あったら使う。あ、いいね、いいね。C4 と梱包で破壊するか。え？なんで？落ちた。事故だけは嫌だな。C4、張ります。うわ、ラグい。やめて！あ、ロケットランチあるのか。いや、撃ちます。寝てる。やば。何？ラグくて建築できねえ。だるすぎる。よし。塞げるとこは塞いじゃおうかな。よし、オッケー。ということで、一応工具弾取れましたね。なるほど。部品系。ん？最深部のアイテムはなんかちょっと微妙っすね。なるほど。え？やば！全然微妙じゃなかったわ。で、C4 とロケットランチャーの弾がある。これ、ヘリ落としてたな。AK も結構ありますね。ミニガンめちゃめちゃ入ってたぞ。で、この石の下も
一応チェストがあるんですけど、まあ、ガレージ壊すか、これ石壊すか。まあ、耐久的にはこの石壊した方が早く下には行けそうな気はする。風化してる分ね。では C4 をこの床につけましょうか。では、張ります。まあ、あと、梱包爆薬とか炸裂したんで大丈夫かな。パレット反応します。あと89。梱包張るか。2枚張った。なるほど。爆薬とか、常勤あります。水。で、部品とかか。ああ、でもカメラ3つ入ってたりするね。ハローブロー。え？待って。パレット避けて入れたのか？いろんな人が集まってきたな。運搬したいんだけど、まあ、漁夫が多そうっすね。朝が来たらちょっと外出てみようかな。この明かりはなんだ？松明か？誰か死んでます。ハローブロー、ハローブロー。はい。外にいる。Don't kill me, please. Don't kill me, please. No.SMG 持ちかなんかが外壁の外にいますね。でもまあタレット警戒して結構周辺にいるって感じだけど、いや木が生い茂りすぎててなんか出たくないな。場所どうしてます？ノーブロー、ノーブロー。貼ってたのこいつかな。で、あと自分の拠点のタレットの餌食になってたやつもいたんだよね。この辺にバッグがあるかもしれん。拠点の上から見た方が早いかもな。わかんない。それか、タレットにたけられただけで死んでないのかもしれんな。なんか人いるね。まあでもこっちには来ないか。今のうちだったら一回ぐらい運搬できそうですけどね。運搬、急ごう。俺運搬しきれなかった、もう。最悪だぞ。ラグんなよ、ラグんなよ。よし、無事帰宅。でかすぎる運搬っすね。てか、蒸気マジやばい。さっきの運搬がでかすぎて言って、まあ、運びたいの、そこまでないかもな。ということで、二度目の運搬しましょう。パレット置いてあるってことでもう人来なくなりました。あれとか気になるけどな。まあ、それよりも美味しい思いしまくってるんで、行かないでおこう。ってことで無事帰宅。うめえ。ということで、今回のサバイバルはここで終了になります。いやー、今シーズンは楽だったり、
ロールバックだったりで、かなり苦しみましたね。まあね、プレイしてると、まあ大体カットはしてるんですけど、だいぶね、頻繁に起こって、まあひどい時は本当にまともにプレイできないみたいな感じだったんですが、まあなんとかね、まあ、人が少ない時間にログインしたりとかで、ロケットランチャーでのレイドまで行くことができました。まあただ、かなりストレスは溜まりましたね。まあどうやら特定の、サーバーにアジア圏からログインしようとするときに、まあ、起こる現象だったっぽくて、まあサーバー側が、直してくれないとずっと起こり続けてたっぽいです。まあでも一応ね、自分は3サーバーくらい試してみたんですけど、そのうち、2サーバーぐらいで起きたんで、まあ多くのサーバーでなってたんじゃないかなと予想はしてますね。まあなので来シーズン、この、ロールバックが治ってることを願って、ここで終わりとさせていただきます。ではまた次のシーズンでお会いしましょう。じゃあね。